あるYouTube、スポーツ部活チャンネルの立ち順です。6月27日ですね。月曜日ですね。おはようございます。熊本が地震あったみたいですね。僕、親の父親の方が熊本なので、いとこがいてね、まあちょっと、津波とかなくあれだったみたいですけど、なんかまあ余震みたいで大きい、もう一個でかいのが来るっていうなんか専門家がいるみたいなんですけど、今日は日本ハムファイターズのジャージですけど、今日ちょっとね、今日朝早くて、ちょっとこれから仕事を、ちょっとね、今日筋トレをね、教えてくるんですけど、地震なんですけど、まあ、2038年までに、28年に、もしくはまでに、東海トラフが来るってもう言われてるんですよね。ほぼ 100% に近い確率で。だからあと、16年ぐらい ?17 年ぐらいなので、まあ僕も含めてっていうかね、こう、やり残す、ほぼ壊滅するので、首都圏というか、首都圏も名古屋、大阪、九州、四国、まあ、東海のね、津波も、ね、何世紀に一度のね、もう来るって言われてるので、そうするともう、多分、修復不可能ぐらいの、まあ、来るんですよね、2030。来ないと思ってる人いるじゃないですか。来るんですよ。やっぱり来るんですよ、北条記じゃないですかね、鴨の町名の、やっぱりそういう地殻変動っていうのは周期的にちゃんと起きているので、まあその備えたいですよね。東京も最近地震があんまりないので、また今日あたりってわかんない、でかいのドーンってくるかもしれないので、まあその家具とか、注意したりとか、まあそのなんかいろいろなね、本気でこう考えないといけない。僕夏とか暑いでじゃないですか。で、まあ、昨日も熱中症で倒れたりとかね、結構いる全国的にいたと思うんですけど、やっぱ本気で地震のことについては避けでは通れないんだけど、考えなきゃいけないなって昨日思いましたね。熊本地震って僕いとこもうちょっととか親戚とかね、結構、まあ、あと知人もいるんですけど、まあ、すごい災害被害を被ったので、熊本県ってそんな地震あるイメージがなかったんですよ。僕小さい頃も行ったことあるし、だから、なんていうんですかね。明日は我が身じゃないですけどね。はっとね、ちょっと余震があったら、やり残したことはとか、いろいろ整理整頓しなきゃとかね、思うんですよね。だから皆さんもそういうふうに、やっぱり思ってほしいし、若い人たちは、一日一日を大切に精一杯っていうか、思い切って、まあ今選挙もありますけどね、東京地方選挙会いっぱいいてうるさいんですけど、まあ熱心にね、そういう、まあそれもそういう活動もいいですし、やりたければ頑張りたい、頑張っていかないかなと思いますね。はい、まあね、もしちょっとね、そういう九州地方とかまた行く人とかね、まあ、あの余震が結構もう一回来る大きな余震の前の余震っていうからしいので、ちょっと注意してほしいです。スポーツやる人はね、僕もやるんですけど、今日ね、水分取って、注意してください。40度近くね、35度以上行くので、東京で全国的に行くんですよね。名古屋とかの人もね、注意してくださいね。はい、それではバイバイ。